はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、キリンの一番搾りスタウトなんですが、これ前回っていうか以前、だいぶ前ですが、飲んだことあるんですが、なぜ今回かというとですね、こちらですね、パッケージが、変わったプラス、なんとですね、仮面発酵だったものが上面発酵に変更されたんですね。まあ、発酵方法ですね。まあ、つまり、スタウトって名前ついてるけど、昔のやつは、スタウトなのにスタウトビールっていうか、ビールの種類がスタウトじゃなかったんですが、とうとうスタウトになったということでね。名前的にもスタウトになったという話です。らしいです。うん。アルコール度数 5% で、これは麦芽 100% ビールですね。うん。まあ、スタウトといえばかなり有名なのだと、ギネスビールとかね。あれスタウトなんだっけ。まあ、とにかく、俺はスタウトビールは好きなんで、スタウトビールは好きなんで、ぜひですね、飲みたいな。しかも値段的にも安いですしね。値段が、まあ普通に、普通のビールと変わらん180円ぐらい。ですから、十分安いんじゃないかと。一番搾り、スタウトでググりますとですね。じゃあ乾杯。これいつ変更になったんかな？1月10日。だからもうだいぶ前ですね。半年以上前にもう新しくなってる。中身パッケージともにリニューアルし、2月6日から全国で発売します。うん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 。結構苦くなりましたか？ような気がする。うん。うん。いや、苦いというか、うん、まあ、若干苦くなったか。スタウトというのは、主にアイルランドやイギリスで作られる。代表的銘柄には、ギネス、ビールですね。があると。うん。上面発酵ではないスタウト。日本における規約では、特に上面発酵ではなければならないという規定はなく。マジか。例えば、キリンビールの一番搾りスタウト。2013年2月6日にリニューアルされる前、いや、札幌ビールのエビススタウトクリーミートップは仮面発酵であるが、規約における条件を満たしているため、日本においてスタウトと名称を使用することに全く問題ない。だって。うん。だそうです。つまり問題ないと、いうことらしいです。うん。スタウトはビールのスタイルの一つで、黒くなるまでローストした大麦を使用し、大麦なの？小麦じゃなくて。あ、大麦なんだっけ、そもそも。あ、そうか、大麦がビールは。小麦はあれだね。バイゼンとかですね。上面発酵によって醸造されるものを指す。まあ、つまり、世界的には、まあ、上面発酵が基本です。ただ、日本におけるビールの分類では、濃色の麦芽原料の一部を使い、色が濃く、
香味の特に強いビールのことで、ビールの表示に関する公正競争規定第4条によって定義されている。と、ウィキペディアに書いてあります。うん。まあ、つまり、色が濃くて香りが強ければ、スタウトと名乗っていいんですよっていうことですね。まあ、そうですね。一番搾りよかは全然美味しいです。普通の一番搾りの、ただのやつよかね。これは。ただ、やっぱり値段が値段ですので、ギネスビールとかに比べると、全くもって、コクが足りない。でも、全然、これはスタウトビールというか、黒ビール。まあ一般的にね。まあでも黒ビールだったら俺黒生が一番好きなんだよな。朝日の黒生が最強だったんですけど。そういえば朝日の黒生もあれスタートなのかな。今日のつまみはちょっと遅れましたが、じゃん。新潟ラーメン生姜醤油味。かっこ長岡。ポテトチップスカルビーの。新潟の味を再現と書いてありますね。新潟県は長岡発祥の生姜醤油ラーメン。生姜たっぷり、豚ガラベースの醤油ラーメンの味をポテトチップスで再現しました。生姜が香る濃厚、濃い口醤油味が癖になる味わいですね。食ったことねえな。生姜醤油味。てか、長岡だし。長岡遠い。うん、でもこれ美味しいですよ。スタウト。うん。黒生に比べると美味しくはないですけど。朝日黒生って、これは物理的にはこれ何なんだ？スタウトなんだ。あ、すごい。生姜の味がする。うん。朝日黒生の方が全然コクがありますね。まあ、だけどまあ。あ、そういえばあれもあったっけ？朝日のドライブラック。あれはまずいですね。まずいってほどまずくはないけど。個人的に黒ビールの日本で一般的に売られてるものを比べると、まあ、黒生。朝日黒生が一番美味しいかな。うん、朝日黒生が5つ星だとすると、こちらのスタウト4つ星。で、朝日のドライブラックは3つ星って感じですかね。うん。ああ。アラインの黒生は、シュバルツだって。あ、仮面発酵か、これも。うん、日本のキリンビール。の一番搾りスタウト。こちらは、もともとは、あ、シュバルツなんだ。シュバルツってなんだ？大体。シュバルツ。ああ。ああ、はいはいはい。ドイツ発祥、ドイツ語で黒いの意。まあ一般的に日本で売られている黒ビールってことですね。まあ、うん。でも、
これはスタウトになったんで、うん。だからもう、完全にランクアップしたわけですね。だから、完全にランクアップしてるのに値段が据え置きっていうのはすごいですね。うん。ああ。まあ、通常のスタウトよかは、その、ピルスナーに似た感じってことですかね。大体味の感覚としては。っていうことでしょうね。うん、でも美味しいですよ、これも。全然。ちゃんと、ね、すごい味も、ね、ほろ苦さと、がありますし。ね。うん。前飲んだ時よかは、まあ、前のバージョンよかは全然、美味しい。美味しいですね。いたいたいた。そういえば、関係ないですけど、最近、バルス祭りありましたよね。ニコ生で。ニコニコでね。うん。まあ、俺やんなかったんですけど。すっかり忘れてた。すっかり忘れてたっていうか、知らなかった。で、昨日ね、全く関係ないけど、ドラクエ10の、なんか、あれがありましたよ。杉山浩一じゃなくて、誰だっけ、堀井雄二か。堀井雄二の、が生放送、ニコ生で出てて、で、ドラクエ10やってた。わぁ。ドラクエ10はね、まあ、最近 PC 版が出たんで、で、PC 版が安いんですよね。3000円ぐらいね。Wii 版よか。で、安くて、さらに、Wii 版もそれに伴って値下げする3000円ぐらいね。だから新品価格が4000円ぐらいになって、言ってましたけど、だいぶ安くなりましたね。うん。まあ、安くなってるけど、まあ、結局ね、まあ、安くなって当然ですよ。ね。だってあれ月額1ヶ月1000円ですから。ね、本体1円でもいいぐらいの。パッケージ。ね。だって結局月額1ヶ月1000円かかるわけですからね。だって俺1ヶ月1000円払って、10時間ぐらいしかプレイしなかった。1ヶ月。で、それでやめたんです。うん、今放置中です。なんていうか、社会人にはやっぱりあれは、結局レベル上げとかの、時間がものすごくかかるんで、まあ、いわゆる時間泥棒みたいになってますね。あれは。まあ、オンラインゲームではしょうがないですけどね。うん。まあ。まあ、でも、まあ。まあ、いいんじゃない？いいんじゃないっていうか。うん。まあ、やりたい人はやればいいんじゃないですかねっていう感じですね。うん。俺、あんまりちょっと、あんまり時間がないね。そこまでね、せっかくの休日に、人間とレベル上げしてっていう、時間をなんか、もったいない気がするんで、あんまりしたくない、ね。まあ、そういう理由で、今は、
やってません。これはあれかな、黒生ヨカはちょっと甘くないドライな感じですね。うん、ちょっと苦めな。黒生結構甘いんですけどね。うん、うん、でも美味しいです。だから日本のビールで唯一その安く180円ぐらいで買える中で唯一まあ本物のスタウトってことですね。うん。それは良かったですね。だって基本的にスタウト高いもん。うん。300円ぐらいするでしょ。ね。だから安価で買える、スタウトビール。でもね、これ何にも書いてないですよ、そこ、そのところ。このパッケージに全く何にも書いてないんで、へーって感じですよね。だって、ニュートも書いてないですよ。新しくなったよーっていうことすら書いてないからね。全くわからない。うん。逆にびっくりなんだけど。だって説明も何も書いてない上に、ニュートも書いてない。うん。だからサイトとかを見ないと全くわからない。あ、変わったの？っていう感じ。多分常に買ってる人だって多分パッケージが変わっただけで、あ、ちょっとなんか新しい缶になったなって思うだけで、まさか中身全然変わってるとは思わないでしょうね。うん。だって、仮面発酵が上面発酵になったんだからね。いわゆる完全にもう、ね、変わったんですか。シュバルツがスタウトになったんですかね。全然違いますよ。うん、まあ、果たして気づいた人はいるのかって。まあ、うん、まあ俺みたいにこう、よく、ね、サイトとか見てるんだったらまあわかるんですけど。みんな見ない人は絶対わからん。いや、もしかしたら、テレビで CM やってるかもしれないですけどね。で、やってたのかもしれないけど。これテレビ全然見ねえから、わからん。うん。まあ、ということで、これ四つ星。うん。うん。普通に美味しいです。うん。これね、リニューアルしましたんで、ってことで、買ったことない人、まだリニューアルしてから買ってない人、まあ、ぜひ、ね、飲んでみたらいかがでしょうか。ということで、ご視聴ありがとうございました。